6、広島、日本ハム、4日、マツダスタジアム。日本ハムの新庄監督が、オールスターファン投票の9部門独占について喜びつつも複雑な思いを明かした。試合前に、嬉しいですよ。けど、喜び全開の喜びじゃないんですよ。エスコンだから、と話した。写真、新庄監督腰大丈夫。ベンチの椅子に大量のタオルが。今年の球宴はエスコンフィールドと神宮球場で開催する。それだけに、あるじゃないですか。本拠地だからっていう、そこなんですよ。そこで票が集まって、メジャーならそういうことないでしょ、実力で。選手はみんな活躍してますけど、それで選ばれてんのかな、とエスコンで開催するゆえの得票である可能性を指摘した。新庄監督は97年、関西圏の大阪ドームで開催された球宴にファン投票で出場。当時打率2割1分5厘と規定打席到達者で最下位。応援ボイコットをされたこともあった。ソフトバンクが今トップで、選ばれるのは間違いないと思ってたんですけど。嬉しいんですけど、と実力で選ばれるべきだという主張だ。今季に関しては首位ソフトバンクと5ゲーム差の3位と健闘。レギュラーに定着する選手も増えて、個々の知名度も上がっている。それが得票数増につながっているのは確か。ただ9部門独占するほどかとなると、新庄監督は、例えば東京ドーム、神宮、広島とかのオールスターでファイターズの選手が今の選ばれ方してたら、もう俺はもう死んでいい、